ってないと呼ばれてるのに俺は呼ばれてない、うん、その筋トレ呼ばれてるのに俺は呼ばれてない、うん、ここになったらプロになるようなやつは試合出てるはずなのに、うん、俺は試合出れてないとか、あと半年もう楽しんでやろうみたいな、開き直ったのか分かんないけど、その時の感情は。そしたら急に結果がついてきて、こんにちは、コミカジ TV の小池です。小川です。まあ、今回はサッカー編ということで、まあ、どんな、まあ、高校時代のサッカー生活を送っていたのか、うん、っていうのをちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、中学は別のディプロマッツっていうチームでプレーしてて、でその中3の終わりぐらいに代表のアンダー15のなんか日本選抜、だからいつも呼んでない子たちを呼ぶみたいなやつに呼んでもらったから、中3がちょうど高1になるぐらいで、まあそこからレッツユースに声かけてもらって、そんな感じでレッツも入ったから、もう1年生の時にトップのサテライトに練習参加させてもらったりとか、実際試合も1年の時にクラブユース準優勝してんだけど、その時決勝後半から出たりとか、ユースだとプロの世界結構身近なわけよ。多分なかなかさ、部活だとさ、学校生活の中での出来事が多いと思うんだけど、もうユースだとよかったらそういうトップチームの練習に参加できたりとか、サテライトリーグっていうのがあって、トップの選手とユースがいっぱいしてさ、一緒にプレーしたりとか、なんかすごい夢なんだけど、届きそうな、まあ、目標ぐらいな感じ、うん、に感じられるわけ。夢した夢じゃなくて、そう公認になってなかなか頭から全然使ってもらえなくて試合出れなくて、まあ、同級生のいいやつらはさ、もちろん試合出てるし、両方サテライトに呼ばれてくし、月曜日が休みだったのね、ユース自体は。目星つけられてるやつらはその月曜だけトップの方に行って筋トレするみたいな、それでも呼ばれてなかったし、ちょっと焦ったりする。めちゃめちゃ焦ってたね。周りのやつがさ、サテライト呼ばれてんのに俺は呼ばれてないとか、その筋トレ呼ばれてんのに俺は呼ばれてない、試合出てるはずなのに俺は試合出れてないとか、その自分が思い描いてる姿と今の自分との姿にギャップがあったから、何やっても楽しくない、うまくいかないから、ですごい苦しくて、でもまあそんなにうまくいかないし、で高3になる時に、まあ、そんな感じだったから、何かに追われてじゃないけどさ、これできなかったらプロになれないや、こんなんじゃダメだ、みたいな思考になっちゃってたから、だいたいね、ユースって高3の夏にはトップ上がれるかとか決まるから、高3になる前にはもうあと半年かと、なんでやってんだろうなって、俺サッカー始めた時は楽しくて続けてきてたのに、なんか今は本当になんかサッカーはなんかプロになるためにやっちゃってるというか、楽しいからやってるんじゃなくてプロになるためにやってるみたいな感じの、面白くないしね、そんなんじゃね、もうあと半年もう楽しんでやろうみたいな感じです。自分の中でなんかなんだろうね、開き直ったのか分かんないけど、その時の感情は。そしたら急に結果がついてきて、点もめっちゃ取って、高3になってから夏休みに、俺ともう一人マジポジションのやつが夏休み1ヶ月間トップチームの練習に参加して、まあ、テストをする、だからもう高3の夏休みの1ヶ月は、まあ、当時サテライトをそこで1ヶ月やって、すごいですよね、その環境が違いすぎるし、なんかもうユースの時から考え方がプロっぽいっていうか、それも最後さ、呼ばれてさ、GM に、ユース3年生に。めっちゃ緊張していくわけじゃん。道中はさ、穏やかじゃないわけよ。これは、どっちで呼ばれてるんだろう。OK なのか、ダメで呼ばれてるのか分かんないもん。歩いてさ、こう、どうぞ、ガチャって、ね、入ってこいじゃん。したらさ、まあまあ軽い感じでさ、子どうする、あげようと思うけど、大学行ってもいいぞって言われて、あげたいですよって感じで、2年生の時は、正直全然、あげるつもりもなかったし、本当俺はもう最後の最後で、掴み取れたんだけど、もう入っちゃえば一緒だと思ってたから、あそこの高3になる前の、あの気持ちの切り替えなのか開き直りなのかがなかったら、開放感あったら嫌じゃないけど、楽しもうと思ったら本当結果ついてきたから、そこでも経験するのが今の長くやる、まあ、そうだね、だまあ今でもやっぱ比較とか自分が思い描いたら、まあね、なんか違うのは多分みんな違うじゃないですか、ね、だってみんな代表に入りたかったわけですし、確かにダメだとか焦りで、こう難しい方向にあるみたいな、なんかそういう成功体験みたいなのがあるから、時にはちょっと嘘かもしれないけど、自分の中で整理してその目標とかなんかに向かってまたやっていくみたいのは、多分そういうところで、多分2年生の時はできてなかったもんね、その経験があるから、多分その後のプロでやっていく中で、なんかぶつかった時にもう一回ちょっと忘れてないかの時の気持ちみたいな、楽しむ気持ちとかっていう立ち返れるきっかけになったかもしれないけど、まあなんでそう思えたのか、なんか辛かったんだよ本当に、ちょっと半ばこうさ開き直ってたと思うんだけど、でもあの経験がなかったら多分プロになれてないと思うから、楽しまないと、特にサッカーってね、
全然違うな、まあ、もうそもそもだって高校の選択の仕方も違うから、知らん人のとこに行きたかったんで、誰も知らん、なんかわかんないですけど、それこそ滝にとかも言ってきてくれてたんですけど、マジで誰も知らんって言ったり、僕が看護学校選択した時点でコーチとかは亮太プロになられへん、目指されるのかなみたいな感じで思ってたらしいんで、まあ、でも全然そんなことはなかったし、結局自分次第だろうなっていうのがあったんで、だまあ羨ましさとかさ、嫉妬みたいなのも入ってるから、自分がそこに行きたいのに行けないとか、分かってるんだけどさ、素直になれなかったりとかさ、そこをまあ整理できたのが高3になる前ぐらいだったのか、なんだったのか分かんないけど、ここからはもうあれよ、学校終わって、はい、トップチームの練習に参加するから、はい、朝登校して、はい、2時間授業出て、はい、ちょっとこれ練習なの。あれすごい、毎日聞くわ、帰るわ、うん、サッカー話してたんですよね、うん、今日結構真面目な、はい、帰るねって言って、はい、ちょっと2時間で帰る、いやもう切ないよ、うん、で練習してた、切ないですよね、切ない、あの間違っても授業抜けてサッカー行く俺かっけーじゃないですか。いやいやいや抜けました、もう抜ける、抜ける、抜ける、練習行く、はい、で卒業式になりました、うん、まあ、ホームルームやって最後、まあ、それはありますよ、終わるでしょうね、はい、みんなで、うん、ホームルームで、じゃあさよならみたいな、でっていうかもう終わりでしょ、終わりだったんだけど、うん、まあ廊下に、うん、廊下に、まあだからあれよ、もうなんですか、もうなるから、ああ決まってましたもんね、決まってたから、うん、まあサインをサイン待ちみたいな、全然嫌だよ、いやなんで関西弁やねん、嫌われろ、全然嫌だよ、そんな変な関西弁使う、まあ、全然、え、その時もサインじゃあ持ってたんですか、順記を筆記体で書いてただけ、多分ね、あると思うよ、そのユース出身の人は、ユースあるあるなんですか、それユースからプロになれた人あるあるですか、うん、いい、全部カットね、カットして、で、あの鬼の低評価で、まあでも、まあ、ちょっとね、普段確かにほとんど話したことはないかな、この話は知られてないんじゃない、ちょっと身近に感じてもらえたらなと思います。名前って言ったことある、名前って知らない、カジカワ、自分で書くやつだ、カジカワカジカワカジカワ、こうなった、はい、自分で書くんだ、これって言っていいんかわかんないですけど、うん、こっちわかるんですよね、見ててチャンネル登録をしてるかどうか、見てるだけなのか、うん、もうやっぱ見てるだけでチャンネル登録しない人が多いんですよね、そう、いやほんまそうですよね、半分今日は見てくれてんだけど、まあ、チャンネル登録はしてないです、だから今こうやってるでしょ、カーソルスッて動かしてスッて動かしてピッと押すだけなんですよね、ピッとね、はい、していただいて、うるさいなと思ったら、そのなんか通知みたいなの消したらいいから登録だけさせようとしてんだしかもこれまだ高校の話だね、そうっすよ、まだいろいろありますから、あるね、いろいろどっかで話していきたらな、次回も話したいと思います。